ブエナスタルデスアミゴス、どうも PJLL のパハロンです。はい、今日はですね、今日もやっとくか。岡田和親、金の雨が降るぞ。内藤哲也、そしてイービル真田、高橋宏夢、武士ザ・ドラゴン、高木慎吾。はい、ということで、やり忘れはないかな ?7 人やったかな ?7 人やったね。うん、やったはず。ということで、今日はですね、グッズシリーズ第2弾でございます。1月1日の動画でですね、グッズの付き合い方を考えたいと思いますと言いながらですね、早速グッズにお金を使っているというですね。でもこのグッズに関しては、2018年に買ってたやつなんで、まああれなんですけど、ローソンとですね、新日本プロレスがコラボして、まあ正直いろんなグッズをね、作ってたんですよ。ね、クリアファイルがあったりとか、ラバーキーホルダー、選手のラバーキーホルダーでしたっけ?があったりとか、ユニットの、ロゴのラバーキーホルダーだったりとか、あとは選手のセリフですね。グッバイ&グッナイとか、愛してますとかだったかな?とか、トランキルあっせんなよとかのセリフのラバーキーホルダーとか。まあ、もろもろですね。いろいろあったんですよ。ローソン限定グッズというものがですね。で、本当はですね、それの、僕ね、リストバンドがね、本当は欲しかったんですよ。黒字に、白でロスインゴでベルナブレスで8本って書いてあるリストバンドが本当は欲しかったんですけど、これ商売上手というな、言うのか、アホっては言ったらあれですけど、商売上手というのか、もうちょっとファンを苦しめる作戦なのかよくわかりませんけど、このリストバンド一つね、900円するんですよ。リストバンド一つ900円するんですけど、欲しいものが買えないんですよ。福袋方式といいますか、くじ引きみたいな感じで、要するに袋、何が入ってるかわからない袋の中に入った状態で売られてて、まあ、買って、開けて、何が入ってるみたいな感じのやつを、1回900円とかでやらせるんですよ。これね、鬼畜。鬼畜の所業だわ、ローソンさん。もうだってさ、これ、もし出なくてさ、5回引いたらさ、4500円払うことになっちゃうのよ。高いよ。高すぎる。で、中身がわからないっていうのは、ちょっとね、どうかなと思うよね、ローソンと新日本プロレスのこのグッズに関しては。まあ、正直言うと、リストバンドに関しては、もう、普通にグッズ化した方がね、普通に売れると思うんですよ。まあ、ロスインゴベルナブレスでハポンの、リストバンドだけかもしれんけど、めちゃくちゃ売れるのは。本当にね、だから、まあ、これとは別の話になりますけど、ぜひ、新日本プロレスは、ロスインゴベルナブレスでハポンのリストバンドをですね、ラバーバンドじゃなくて、リストバンドをグッズ化してほしいと思ってます。はい。ぜひよろしくお願いいたします。うん、で、今回買ったのは、私が買ったのはですね、クリアファイルです。はい。で、クリアファイルは、一応お店で買えばですね、A セット、B セット、C セットみたいなのがあって、A セットには誰が入ってます、みたいな。B セットには誰々が入ってます、なんか分かってるので、唯一クリアファイルだけは、欲しいものが買える、っていう、ギャンブル性がないものになってるんですね。ということで、今回私は、クリアファイルを、またプロレス仲間がですね、ちょっと、年末の時期ね、僕も、ほんと仕事でですね、もうずっと、朝から晩までみたいな感じで仕事してたんで、もう仕事あった後にちょっと、ローソン行く気持ちの余裕がないぐらいに、仕事をしてたんで、プロレス仲間が買いに行くっていうんで、いや、ほんと申し訳ないんだけど、お願いっつって、買ってきてもらいました。はい。まあ、同じロスインゴファンだったんだね、だったので、まあ、その方はですね、3店舗ぐらい回ってくれたみたいなんですけど、いや、ほんと助かりました。この田舎でもね、店舗数があんまりないので、あんまりなくて、
店舗間の距離がそこそこあるんですよ。なので本当にね、非常にありがたいっていうことだったので、今回手に入れたクリアファイル、こちらでございます。でーでんつって、ビビンビビン、はい。でね、これの、この、D セット、C セットと D セットは、ロスインゴベルナブレスデハポンのメンバーがこれで揃うようになっております。で、これとは別に、A セットっていうのがあったんですよ。A セットっていうのがあって、まあ、これちょっと破けてるんですけど、A セットはね、岡田和志とケニー・オメガとイブシ・コータが入ってて、ゴールデン・ラバーズのファンの方がこの A セット買って、岡田和志はそんなにっていうんで、じゃあ俺にちょうだいっつって、もらいました。ということで、まずは、この、岡田和志クリアフォルダーですね。こちら、でん。かっこよき。あーでもね、やっぱショートタイツの岡田さんのグッズが欲しいな。ショートタイツの岡田さんのグッズね。まあでもいい、かっこいいっすよね、岡田和志かね。はい。で、裏がその東京ドーム大会のね、やつになってるんで、まあ、レッスルキングダム13ですね。プロレス冬フェス 1.4。レッスルキングダム13のロゴが入っていると。いうものになっております。そして、まずはこのクリアファイル C セットですね。クリアファイル C セットが、内藤哲也、武士、高木慎吾の3枚になっております。はい。まずは内藤哲也ですね。内藤哲也のクリアファイル、おー、やっぱ内藤さんはほんと雰囲気あるよな。かっこいいね。そして、ブッシュ MX! ブッシュ、ほんとね、ブッシュさんもね、このままだとね、もう埋もれちゃうんで、武士さんも何かしらの、ちょっと MX に代わる新必殺技を身につけて、ぜひ2019年はさらなる飛躍の年にしていただきたいなというふうに思っております。そして、ザ・ドラゴン、高木慎吾。パワフルかつスピーディーなプロレスを展開する高木選手でございます。まあ、いつでしょうね。ヘビーに上がってくるのはね。ヒロムが復帰してからなんですかね。まあ、高木選手も2019年楽しみな選手でございます。そして、クリアファイル D セットですね。D セットは、イービル、真田、高橋ひろむということになっております。はい。ということで、まずはイーボー。いやー、マジイービルさんね、俺正直ね、イービル真田さんってタッグチームとしてもいいと思うんですけど、正直シングル戦線に行ってほしいなーっていうのがね、思ってるんですよね。真田ね、タッグもいいけどシングルもねみたいな感じで、ぜひシングル先生に行っていただきたい。真田選手のね、あの東京ドームで見せたあの4連続プランチャーとかはもう本当身体能力の高さをね伺わせる技だったと思います。そして高橋宏夢ね、高橋選手もいつ復帰するか、まあそこがポイントにはなってくるとは思うんですけれども、まあぜひね、無理のないようにね、復帰していただきたいなというふうに思っております。はい。もう本当にね、プロレスラーの怪我に関しては非常に深刻なものが最近増えているなと、長期欠場になってしまうものが増えているなというところからしてね、いろんな安全対策もね必要なのかなとは思いますが、
まあもうね、怒ってしまったことはしょうがないので、はい、ということでクリアファイル全部で1枚2枚、はい、3枚、はい、4枚、そして5枚、はい、そして6枚、そして7枚ということでですね、クリアファイルを7枚手に入れることができました。ありがとうございます。まあでもあのローソングッズのね、本当あの見えない形にしないと、まあ売れ残りが出てねっていうのもあるんでしょうけどね、ちょっととね、900円のものをね、くじ引きみたいにするのはちょっとどうかなとは思いますね。まあ、やってもこのガチャガチャ、昨日やったガチャガチャの300円ぐらいまでが正直限度なんじゃないかなと思うんですよ。中身見えずにやるとすれば。そういったぐらいの価格設定をね、ぜひお願いしたいなというふうに思っておりますので、はい。ローソン、の皆さん、新日本プロレスの皆さん、ぜひ、次回のコラボグッズはぜひもうちょっと考えていただきたいなと、金額的な面ですねと、そのくじ引きスタイルにするしないとかですね、はもうちょっと考えていただければなというふうに思っておりますので、でも新しいグッズありがとうございます。はい、ということで皆さんね、俺もそのグッズ欲しいぜと思った方はぜひプレゼント企画とかはないですけども、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。アスタルエゴアディオス。